りでファイブエモーションです。はい、本日はジューシーさんの広告撮影です。五右衛門での初の広告撮影ということなんですけど、ね、今何時ですか？せーの、8時7時前に8時過ぎました。8時前、お前にマジ、お前にマジ、なんかやっとるね。なんか今日さ、朝から飛ばしすぎだったよね。やばい、6時ぐらいにもう眠くなってると。ここ2人あの朝5時半入りと6時入りだったんですけど、5時半からこのテンション。きちー、すごい。これからですね、唇がガサガサで彼氏に注意してもらえないっていう女の子を助けてくれる女の子たちです。おテレみたいな。え、何ですかその格好。なんかそれは今後わかるんですか？かぶってますよ、ね、ウルトラマンに。ウルトラマンだしこれは何のポーズかはね、広告撮影のその出来上がりを見てくださったら分かると思うので、はい、たくさんたくさん見てください。これで行きたいかも。これで行きたいの？これ何それ？カラーがね、めっちゃね、なんかあれだよね、あれなんで楽しみなんか感動カラーがね、マルピはしっくりきたかも。うん、心とか珍しい。うん、確かしてください。いろんな一面がまた見れるかも。カレンちゃんの、うわー、唇うるうるにしてもらわなきゃ。あー、どういうことか。しかも使われてる曲が、あれ五右衛門の。あれ、1日撮影頑張りましょう。早速やっていきましょう。せーの、レッツゴーレッツゴーのビュー。デートシーンの撮影が、前半終了しました。まず2人きりのシーンが撮り終わったんですけど、このあとプルプルレディーズの4人が着替えて登場するということで、まだ私あの衣装合わせの時に私いなくって、4人が実際に着てるの見たことなくて初めて見るんですけど、楽しみです。めちゃめちゃ衣装が可愛かったので、皆さんも楽しみに。ということで次のシーンに行きたいと思います。終わりました。移動します。休憩中なんですが、見てください。特徴手動プラス自動タイミングよ。
って言うね。やりたい？うん、やりたいって。やりたいね。感があるんですか。
じゃあ、お願いします。中心。はい、ごめん、ついていきます。せーのって声出しちゃっていい？あ、いいですか？せーの。中心リップパック。可愛いバージョン、可愛いバージョン、高い声だ。チューシー、リップパック、チューシー、ちょっとやってよ。せーの、チューシー、リップパック。これこう。え、伸ばす？伸ばします。どっちの方がいい？リップパック。パック。じゃあ可愛いバージョンで。はい。もらいますね。はい、本番。じゃ気持ち形から入ろう。せーの、チューシーリップバック。せーの、チューシーリップバック。かわいい。萌えもんとは思えない。萌えもんとは思えない。最後元気なやつ。元気どうするの。ジューシー。違う、絶対違う。ジューシーに言われそう。それジューシー。ソロにしよう。